今回ご紹介するのは、セイコーのクォーツ時計、クレドール 8J80-7020 です。高級化の時代のニーズに応えるため、クレドール名を冠して誕生した特選腕時計シリーズ。世界に通用するデザイン、日本ならではの美意識を兼ね備えた新しいスタイルを提案する高級ラインドレスウォッチです。無限に伸びゆくクレドールの未来を象徴して、1980年に制定されたクレストマークがシンボルとなっています。本品は 18KT 金目ケースを採用した二進仕様の高級モデル。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 34mm、 リューズ含まず、縦ラグからラグまで約 40mm、 厚さ約 5.5mm、 風防含むです。操作方法。ケース右サイドにあるつまみがリューズです。リューズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。精度、日差はクォーツで問題ありません。特徴、文字盤は強者仕上げ、光沢のシルバーカラー、スタイリッシュなバーインデックスとスマートなペンシルハンドの組み合わせ。12時1にクレストマークが輝く高級感のうかがえる洗練された風防デザインです。金目ケースはステップドビゼルの薄型ラウンドフォルム。リューズにはブラックサファイアがカボション加工されています。バンドは、社外製のレザーストラップに、クレストマーク入りの金目尾錠を装着しています。素材を生かした上質で実用性に優れた特選腕時計。ワンランク上のクォーツウォッチとして幅広いシーンで活躍が期待できます。コンディション、ダイヤル、文字盤、特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスに、サビや汚れなどもありません。ケース、裏蓋。しれ、こ傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。ブルーの保護シールが残っています。風防、特に目につく大きなダメージはありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。尾錠はクレストマーク入りの金目です。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。
時計の委託アンティウォッチマンがお送りしました。